今回ちょっとメンバーがね、今5人しかいないんですけど、今日ちょっと忙しくて来れなかった夢丸の、プレゼンをね、見てみたいと思います、はい、映像で送っていただきますので、あ、なるほど。それでは行きましょう、はい、夢丸のプレゼンこちら。暗っ、画質やばくない？そして画質悪すぎるな。はい、行きます、スタート、はい、うわ、すごこんにちは、東海オンエアゆめまるです、今から、自分についてのプレゼンテーションの方を始めていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。それじゃあまず僕の簡単な自己紹介なんですけども、皆さんは僕が、岡崎市民だと思っている方が多いと思いますが、僕は実は愛知県の安城市出身で1月23日生まれなんですね、うん、1月23日ということは、まあ、芸能人で誰が1月23日に生まれているかといいますと、シドニーオリンピック、柔道で銀メダリストの、篠原選手が同じ誕生日ですね。他にも俳優さんでもたくさん、1月23日生まれの、皆さんよければ自分の誕生日など調べてみたら面白いかなと思います。次なんですけれども、小学校から大学まで僕は陸上部に所属しております。すごいね。種目の方なんですけども、800m の方をやっておりました、記録的に言うと1分56秒くらいで、走ることを、結構早いですね。なるほど。まあ、最高成績で言いますと、まあ、愛知県の県新人2番という、非常に優秀な成績を残したにもかかわらず、次の年のインターハイ予選では予選落ちをしてしまうので、ね、非常に練習をサボるような、選手でしたね。好きなスポーツ、野球で。あ、陸上じゃないんだね。え、そうだね。野球好きなんだろう。2週間、3週間ぐらい前。ふざけんな、腹立つ。心も許してください。最後のね、とても酒が大好き。ご皆さんご存知の、まあ、どのくらい好きかというと、普通に毎週、いつでも海に行っちゃうような感じですね。で、とてもお酒が大好きということで、次のスライドでは、夢丸編集できないですね。これは大事です。マークで。夢丸が好きな人です。ぜひ、っていうのが出てきました。実際に1位から来る自慢も、僕の可愛らしさで、まあ、ビールって書いてあるんですけどもね、やっぱり何が好きなのかなと。ビールでもいろんな種類があると思うんですけど。もういいよ。もういいよ、いいよ。それアニメーション出さなくていいよ、それ。マドライザーいい。バドワイザーの紹介もちょっと。もういいよ、いいよ。もういいよ、いいって。え？これ悪いって言ったんですね。バドワイザープレゼンなんだよ。ホテルタカタの時にこれを飲むと非常に美味しい。皆さんも飲んでみてください。それ第2位。いや、もう酒が長いな、席が。ビスキーが長いな、長い。出したい。非常に。癖のある何か癖のあんま知られそうな言い方じゃないよね。感じるときはですね、まあ、居酒屋とかバーに行ったときに、まあ、いっぱいのビールを飲んでるようなビールをね、適当に飲んでたりして、たまに落ち着きたいなって思ったときがあったときには、ウイスキーを飲んで、また飲んで、非常に落ち着くときに、僕の好きなお酒ですね。まあ、飲み方としては、いや、もういい。すごいです。お酒もすごい愛を感じるからね。おビール好きなんですよって言って次のスライドでいいからも。まだ喋ってんの？マジか。あ、もう3位の、3位なのか。やばいなこれ。日本酒はね、いろんな種類があって。やばいな。広がっちゃうやつだ。広がっちゃうよ。でも僕が好きなお酒の中でも種類としては、ナキーズ。知らんな。このお酒はですね、島の美酒と呼ばれてまして、島の酒を飲んでいるんです。このね、お酒はね、初めて飲んだ時には、水がお酒とわからないってぐらい。何言わんのやろ。楽しそう。全然わかんないけど、楽しそう。生き生きしてるな。酔っ払っているという感覚になるお酒でした。なので皆さんもね、島とか、伊勢に行った時とか、三重に行った時とかには、このナキリというお酒に。それ三重の紹介やね、それね。まだ夢丸が分かってないんだよね。夢丸らしきたいね。次のスライドでですね、僕がお酒を飲む、お酒を飲むと皆さん、夢丸の紹介がいいから。酔うの？あ、でもなんか酔っ払って夢丸とか。ああ。言葉にもたくさん種類があって、その中の言葉を集めて、
どんな酔っ払いがいけないのか、どんな酔うといけないのかっていうことを、これ講習みたいな、ちょっと何言ってますか、この人、酒怖い講習みたいな、話のそれ方は、それでは次です。ちょっと待ってください、何ですか 3Y 夢丸じゃない、夢丸について、3つの夢丸、4位だった、4位だった、4位じゃん、嘘、もうダメだ、これダメだ、ボケだと分かった今、こいつふざけてるわ、ふざけてるか、どっちなんだ、分かんないね、分かんない、いや、さすがにふざけてない、真剣すぎない、え、これ真剣にやってるかな、だって、だって夢丸がふざけてこんな真剣にさ、できますかね、あー確かに、そんな結構自然体だよね、しかも、うん、めっちゃ本当に言ってる、本気でこれを夢丸がプレゼントしてやってんのかな、待って、これ本当にこれ本気でやってんとしたら頭悪いですよ、これいや、これもしかしたらあれだ、頭悪いですよひょっとしたらバカかもわからんなもしかしてプレゼン知らんのもしかしたら聞いてないの俺らが逆に乗り物より2日目から何が来るの、確かに、あと1個なんだろうね、Y だから、ここで夢丸くん、うまいこと言ってる、うまいこと言ってるやつだ、ここで夢丸くんじゃない、ね、フェイゾン、まだ喋ってた、あ、ちょっと長いね、喋ってた、夢言えばね、自分がしてますからね、落としてくるよ、前振り長い、よほど自信のある落ちか、一日無駄にしてしまう、本当に無駄になってしまうんですかね、この二日になっている今の無駄になりそうだな、ヘパリーゼを飲めば大丈夫じゃないそうそれ、ヘパリーゼの紹介ではね、それね飲み過ぎ症とか必ず捨てられます、まあ、二日にならないようにほどほどに飲むのが一番じゃないかなと思います、あまり触りのないことを言って、はいはい、こここれが一番いけないと思いますね、自分に酔っ払うまあ、でも当てた中途半端な知識しかないのに、すごく自分は知ってるぜ、うん、俺は知ってんだぜ、 あ、ちょっとこれディスですね、そうですね、今先やった3人のディスです、あー、やばいやばいやばい、そういうことか、大学1、2年生とか、高校3年生で部活強いやつとかにありがちなんですけども、まあ、こうやって自分に酔っ払っててですねやっぱり自分がこう、大物なんだと思っちゃうというか、で、その時に壁にぶつかってしまう、乗り越えることができないんですね、ああ真剣聞いてんの気をつけんと気をつけるな、真剣聞いてんの、完全に酔ってんねん、じゃあいや、今酔ってない、夢丸、自分にでも、自分の紹介するぐらいだったら人のためになる話をしようっていう、あのシンプルに酒入ってんじゃないのそっちか、いずれ先輩に怒られて自覚して、で、自覚しても、その怒られたっていう俺がかっこいい、いや、めちゃくちゃな人ですよね、本当に、だから自分に酔うっていうのは、乗り物酔いは酔い止めを飲めばいい、二日酔いはほどほどにすればいい、解決策があるんですけども、自分に酔うっていうのはね、解決策がないんです、自分で気づかない、なんかそれはどうやって気づくかっていう、教訓、やっぱり大きな壁を乗り越えて成長してやっていくことが大事かな、どうすればいいんだろうなで、まあ、東海オンエアとか YouTube を見てる、来たよ来たよ来たよ、年齢を考えると高校生や大学生、若い子たちが多いですね、若いうちにこうやって自分に酔ってしまって、俺イケメンだろ、俺すげえだろ、夢丸の話はダメです、若いうちはやっぱり謙虚にして、夢丸の話はすごく謙虚謙虚謙虚、何事も貪欲に謙虚に教えてもらう、教えていただくっていう立場にならないと自分は成長できないと思います、このスライドで最後になるんですけども、あれ、まあ、やっぱり一番重要なのは、お酒を飲んでも終わったってやつか、乗り物用意してゲロを吐いて、このスライドってさっきのスライドのこと、え、嘘、若いうちは反発精神とか、でも僕は見てるだろ、見ますこと、反抗、これスライド終了しましたね、もう終了しましたね、終わってるよね、ありがとうって、これ締めのトークだ、これで僕の自分についてのプレゼンなのにお酒の話をして終わるというのね、僕のありがちな感じなので、終わった、夢はーん、わかんない、何もわからんかった、ツッコミもさせてくれないからね、ここやんないかなすごいよね、このボケかボケじゃないかわかんないことってなかなかできないよね、うん、まあまあまあ、とにもかくにも終わり、おしまいですね、はい、次の人にじゃあ交代しましょう、はい、スッていきますか、これちょっとなんか、なんだこの後味、うん、スッていきますか、癖になっちゃうな、